じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、答え合わせの時期がやってきました。何がやってきましたね。やってきました。そんなに外れてないだろう。いや、そうです、そんなに外れてないような、微妙に外れているような、どっちなんだろうという感じの月間順位予想の豊さんのおさらいプラス、はい、6月終わりの豊さんの順位予想をしていただくという、ね、コーナーですけれども、これファンの方もう楽しみにしておりました。本当か。答え合わせができるというふうな感じで、はい、で、現在の順位なんですけれども、今現在セリーグは広島が首位、はい、そこを、ゲーム差なしで阪神が2位で追っています、はい、そして3位が巨人、4位中日、そして5位 DeNA、 6位ヤクルトというのがセリーグの順位です、はい、一方パリーグなんですけれども、パリーグはソフトバンクが引き続き1位、はい、そして2位にロッテが上がってきました。まあこれはね、ロッテと日本ハムも同率でしょ、はい、ゲーム差なしで2位ということで、はい、日本ハムとロッテが2位タイ、そして4位にオリックス、5位楽天、6位西武というのが現段階での順位。豊さんはこれちょうど1ヶ月前に5月終わりの順位予想をしていました、はい、セリーグから答え合わせをしていきましょう、はい、まず豊さんは首位というふうに予想していたのは阪神。阪神でした、はい、あー惜しい。まあ首位っちゃ首位だよ。首位っちゃ勝率のっていうことですよね。まあまあそうだね、はい、まあ、だからここはもうほぼ、まあ、当たったということにしておきたいんですが、はいはい、その時の豊さんのコメントです、はい、ザ安定、うん、広島戦3勝できれば突っ走るねと話していました。こんなに打てないと思わなかったな。もうちょっとバッティングが上がってくるかなと思ったけど、はい、まあ、ピッチャーは、ね、相変わらず安定してるんだけども、そうなんです、ちょっと打てなかったな。打率がこの5月が2割9厘、はい、セリーグ中ワーストです。そうだもんな。そうなんです、まあ、その中でもこの順位を保ってるっていうのは、うん、まあ、大したもんだけどね、はい、ただ得点関して言うと59得点なので、これはワーストの巨人の43得点よりかはまあ取れてるというとこなんですけど、まあ、5月ね、岡田監督がちょっとね、点取れなさすぎてご立腹になったこともありましたよね、まあ、はい、ただ突っ走るにはやっぱりいかなかったですね。そうだな、そこはちょっと当てが外れたのはバッティングだな。そこは豊さんもちょっと想像以上だったんです、ね、いや想像以上に悪いよ今年。まあ、1ヶ月ぐらいしたらぐーっと上がってきそうな感じもしたんだけどな。今年はやっぱりこういう状態が続いていくのかなと思うな。かもしれないですね、うん、さあ豊さん2位の予想、はい、カープです、はい、コメントです。5月は広島の季節、ただし条件は相澤捕手がマスクで坂倉選手がファーストだよとおっしゃって、何試合かやったよね。試合かいやいや、それは毎試合毎試合 やんないよそれは。いやでも相澤をポイントで使うっていうのが一つのミソだったんだ。なるほど、一つのミソだったんですね。それによって坂倉が良くなってきたっていう。なるほど、ちょっとニヤニヤしながら知ってますけれども、確かにカープ恋の季節でしたね。そうでしょ、上がってきました、上がってきたでしょ、うん、ただ特にピッチャーの話はしていなかった模様なんですが、はい、やっぱカープピッチャー良かったですね。まあ良かったな、うん、安定してたな。安定してましたね、はい、まあ、先発も中継ぎもね。そうなんです、抑えもそうですね、はいはい、結局じゃあ相澤選手が引き続きマスクをかぶればいいんじゃないかっていうことでもあるんですか。まあまあでも坂倉がある程度状態を上げてきたんで、うん、悪くなりそうだなと思った時にチームがね、ポイントでは相澤をパッとかぶらせただとかするといいのかなっていうふうには思うんです。なるほど、ここはね、順位的にはまあまあいい線いってますね。そうでしょ、はいはい、3位、ゆたかさんどこにしてましたか。 DeNA、巨人か。ゆたかさん、1ヶ月前の予想もう全部忘れてるよ、まあ、それそうよ、大丈夫です。いやいや、だってお前、1ヶ月も経ってんだぞお前。忘れちゃうかい。昨日前飯食ったら何かっていうのもさ、思い出せない時あんのに。昨日の夕飯、昨日弁当だよ。あ、そうか、プロ野球ニュースだから。そうかそうか、それじゃしょうがない。3位は中日に予想していました。あ、5割くらいかな、理想は貯金に、岡林が上がってくるよ、うん、確かに、まあ、じゃあ、いやでも、うん、現時点でまだ5月は完全に終わりきってないよね、うん、まあそうなんです、ちょこっと残してはいます。そうでしょ、うん、その時点で借金1だよ、うん、はい、今日買ったら5割だからそうだろまあそうですよね、上がってきてるじゃん。3位
位の巨人とは、まあ、1ゲーム差なので、はい、十分にあの3位と4位が入れ替わる可能性があります。あるでしょ、交流戦なので今。でもこういう予想もした人がいると思うよ。中日がこうずっともう落ちたままになるっていう風に想像した人もいると思うよ、うん、中に。でもこう落ち気味の時は俺は上がってくるって予想したのいいですねこれこのねもう正当付けな感じが、ね、もちろんですよ。さすがポジティブシンキング。そこらも当たり前の話よお前確かに中日一時最下位まで行ったんですよね。そうでしょ。ただそこからやっぱり勢いを盛り返してきました。盛り返し、はい、そしてやっぱり岡林選手が現在あの、ね、打率まだ上がってきてはないものの5月は盛り返してちょっとポイントになる仕事は何試合かはできたと思う。はい、だからこそやっぱりちょっとね中日が状態を下から上げてきてるとも言えますもんね。ただ惜しい3位ではなかった、4位だったというところですね。今日時点ですか。あ、今日時点、今日時点では。ただ5月の31日時点で当たってるかもしれない。そうそりゃそうよ。これ5月の31日ピタッと当たってたら次の動画でなんか言わないと、なんか当たりました、報告しましょうね。ご報告ですをやらなきゃですね、はい、さあ4位です。4位は豊さん、巨人、ね、そうです、巨人を予想していました、はい。まあ、巨人は3位なんですけれども現段階ではコメントです。得点圏打率が悪い、中川と西舘がこけてバランスが崩れている、キャッチャーは打てないなら大城起用でも、勝ちが拾えているなら小林吉田を起用する、ポイントは梶谷が握るよ。いないじゃん。いないんですよ。ちょっとどこ行ったの。どこ行ったんですか、豊さん。家出かも。放浪中。いやいや、まだちょっと怪我というかね。こんなに体調悪いとは思わなかったな。ですよね。あのまともにシーズン戦えてないっていう、これまで。これね、阿部監督も当てが外れてると思うよ。梶谷選手で。そうですね、計算がちょっと狂ってもいますよね。で、まずはやっぱ得点圏が悪いと話してました。それはやっぱり当たってます ね、 はい。で、中川投手と西舘投手がこけてバランスが崩れていると。確かに中川投手は怪我、ただ西舘投手はねこの前ね、勝ったね、はい、そうですね、これで初勝利、はい、ね、しましたけども、はい、ここはちょっといい誤算というか、まあでも積極的になんかこう使われるシーンっていうのがちょっと少なくなったな、以前よりも。以前よりもな。まあこれからだろうと思うけど、はい、はい。あとはキャッチャーに関して、打てないなら大城起用でもというところで、おそらくこの予想していた時はまだファームに、はい、落ちてなかったんですよね。でもね、岸田が良くなったからな、バッティングが。そうなんですよ。だからキャッチャーが打てないとかそういうことでもないんだよね。うん、まあ、岸田は2割7分9厘月間ね、打ってるし、うん、そうですね。だから打てないっていうことよりも、まあでも大城と比べるとやっぱ長打という意味ではね、そうですね、ちょっと足りないかもわかんないけどね。そうですね、はい。さあ5位と6位ですが、豊さん5位に予想していたのは DeNA でしょ。違います、ヤクルトだったんです。本当、はい本当って。そうか、コメントです、うん、強くなるのは梅雨明けから、うん、なのでなぜこの時に、5位だったらちょっとよくわかんないんですけれども、梅雨入りもまだしてないので、まあそうね、先のことかな。まあのんびりやれっていうこと。そうですね、おそらく7月終わりぐらいから梅雨明け時期からなのかなと、まあね、はいはい。でただ相手の投手陣が疲れているときに打ち出すよということなんですけれども、うん、まあピッチャーですね、うん、まあ、例えば塩見が怪我する、うん、はい、丸山を使って丸山がいいなって言ったときにまた怪我するって、うん、あそこは一番誰か固定をしないと打線がこううまく機能しないチームだな。そうですね。ただその中で長岡が成長したりだとかさ、うん、そういうことで持ってるけども、はい、山田哲人今現在使ってるけど1割台、うん、で伸び盛りの竹岡がいる、はい、これをどうしていくのかなっていうのがね、まあ、一つのポイントだとは思うけどね、うん、まあ、だけど山田哲人を外すっていうことは考えられないでしょまだ。そうなんですね、うん、だから山田哲人次第で上がってくるかも分かんないよな、あのチームの状態がってことですよね、はい。で豊さんは最下位に DeNA だったんですけども、はい、現段階では5位の DeNA と6位のヤクルトはちょっと 3.5 ゲームもあるというところでの DeNA を6位にしてたんですね。まあ、戦略とかね、うん、まあ、そういう意味では例えばヤクルトに3連勝して、ね、うん、5割になったと、うん、ね、交流戦前に5割を死守して、うん、はい、交流戦に入りたい、それは広島で三立てクラブとかさ、そうですね、ちょっと、ね、やっぱ波があるし、うん、まあ、戦略的にどうなのかなっていうところも見受けられるしね、うん、そうなんです。その DeNA のコメント、筒香しないで順位は大きく変わってくるのかなと話されていました、うん、
まあ、筒子が打ったら確実に勝つからね、今のところそうなんですよね。あのツーラン打ったらそのまま逃げ切ったとかさ、筒子、次第っていうところはあるけども、うん、でも前が前で打てるわけではないからな。そうです、そうです、もちろんそれは筒子だけに頼るっていうのはね、うん、ただ牧がいない、4番に据える、どれだけ負担をかけてんだって帰ってきたばっかですよ。そうよ。いやだからまあそれだけまあ台所は苦しいかもわからないし。そうですね、まあ豊さんが1ヶ月前に予想した時にね、牧選手の離脱っていうのは考えてなかったですし、ね、はい、さあセリーグ答え合わせ終わりましたけれども、はい、続いてパリーグです。はい、パリーグ豊さんが1位に1ヶ月前予想していたのは、はい、ソフトバンクね。そうです、もうソフトバンクです。それはもうそれしかないでしょ。ないですよね、あれだけゲーム差もありましたしね。そりゃそうよ。コメントです、クリーンナップ全員故障しても首位守るよいや本当に守ると思うよ。あのクリーンナップ以外も打ってますから、ね、違う違う、投手陣も安定してるもん。確かに防御率ねえげつないですからね、うん、1.86 の9円で 1.15 ですもん、うんうん、どうやって点取るんだって。取れなくなっちゃうんですよね。はい、もう言うことないと。言うことない、ソフトバンク、はい、で2位はどこに予想していましたか。日本ハム。そうなんです、まあ、現在もね日本ハムとロッテが2位なので並んでるので合ってます、はい、そこはコメントです、はい、3位との差を離してソフトバンクに食いつくね、野村やスティーブンソンが上がってくるよということで、3位との差は7ゲームなんで。そうですね、ただ離してる、離してはいます、正しいんです、正しいんですが、ロッテと並んでます。いいじゃんなんでダメな2位だから、うん、ロッテも2位だから、そうだからロッテも上がってくるって言ってるはずだよ。違う、ロッテをまずどこに予想してたかにもよりますけれどもね。まあでも日本ハムソフトバンクにね頑張ってついていってはいます。ちょっと離されましたけれどもね、うん、0.5 から 1ゲーム差ぐらいは。まあまあそうだね、うん、まあまあでもついていってる方だよ。ついていってる方ですか、うん、まあ、下がってないですからね順位的には。そうそうそう、あと野村やスティーブンソンが上がってくるという、確かに上がってはきました、それは1軍に上がってきました。いや野村も結構いい働きもしてるし、うん、まあ、スティーブンソンも最初から比べると随分良くなってる。そうか、これは状態のこと言ってたんですかね、それとも1軍にって言ったんですか。いやまあ1軍にも状態的にもそうだよ、両方両方当たってる。待て、ポジティブシンキングだな、すごいな、そうそうそう、リズすごいな。さあ3位どこに予想していたでしょうか。オリックス。そうなんです、オリックス、現状オリックスは4位、7ゲーム差ですね、今ちょっと話されてますが、オリックス貯金1から2個は作ってるよ、森友哉が上がるよ、西川龍馬は交流戦で爆発するよとおっしゃってました。貯金1から2、まあ、でも森友哉は上がってきてるね、確実に。確実に上がってきて、西川も広島戦で2本打ってるし上がってきてるんで、はい、だけどチーム状態があんま良くないな、良くないです、ね、だって宮城が登録抹消になったりとか、いなくなっちゃいました。ちょっと投げるピッチャーがな、なかなか東も勝てなくなってるしな、はい、っていうところでちょっと苦しいよな。こんなんマチャドもひっくり返るぐらいやられたりしな。そうなんですよ、だからちょっとピッチャーがあんまり良くないね。そうですね、豊さんはね3位に予想していたんですけれども4位という結果でした、はいはい、さあ豊さんが4位に予想していたのはロッテ、うん、そうなんですよ、ロッテ。コメントです、角中と荻野が鍵になる、うん、中村はあまり期待しない方がいい、ただ当たってます。当たってるでしょ。当たってる、コメントは当たってる、うんうん、でそのプラス高部が帰ってきたからね。まあ、そこにそうですね、それはあのコメントにはなかったみたいですけれども、そう今釣り上げようとしましたか、帰ってくるか帰ってこないか分かんないもん。確かに、そうだよ、今危ない、そんなこと書いてあったかなって見ちゃいました、書いてなかった、それは言ってない。ただやっぱり角中選手と荻野選手は鍵になるっていうのは当たってますね。そうでしょ、はい、いいとこ見てるんだよいいとこ見てるそうだ、あとやっぱり中村選手がっていうところも当たってますよね、そこは。いやだからちょっとバランスが崩れてんな、うん、あの中村翔吾のその野球というものが、あの去年あたりからなんですね、そうね、まあ、コンバットもあったし、うん、まあ、ちょっと落ち着かないな。そうですね、ただねちょっと快進撃で2位に浮上です。いいことだよね、はいはい、続いて5位6位最後、どれがもう楽天だよ、西武か。西武で予想してました、うん、まだ諦めてないんだよそうですね、まだ諦めてはない、なぜなら優勝予想でしたからね。コメントです、1番の固定、これ重要と、そして栗山選手が上がってくるよと。上がってこないな、上がってこないです、ね、どうしたのか、
下でいますよね。ここはってと思うんですけど、一番の固定というところで、固定ができなければ上がらないよってことだったんですか？それはもちろんそう。そりゃそうだよ、お前。そうか。そりゃそういう意味でしょ。嬉しそう。いやいや、嬉しくはないよ。固定できてないんだ。確かに。あの、打順そのものがですよね、もう。確かに。ね、あの一番っていうと金子選手だったり源田選手であったりとか変えてみたりっていう苦しい状況ですよね。まあ、そうだな。最下位でしたね。やっぱり一番が打ってるところっていうのは結構上位に行くしね。だヤクルトと同じ状況ですよね、まあ、一番がっていうのは。で、豊さんが楽天、はい、予想6位と。現状では楽天が5位なんですけれども、うちと生じしないで上がる可能性も点々点。確かに全くダメな2人。うち投手が月間防御率が4点台、庄司投手に関しては10点台当たってます。ちょっとね、いや2人はね本当に素質があるし、エースになってもいいような、そういう素材なんだよ、うん、だからそれがこういうことでしょ、はい、で10点いくつって言ったらゲームはほとんど作れてないっていうことだしさ、はい、この前なんか3分の1で変えられてたからな。まあ確かにソフトバンクに火をつけたら誰だって呼んでこいみたいなことだけどそうでしたね、うん、だけどちょっとな、期待外れだな今のところはね。そうですよね、うん、というわけでね、こうちょっと若干微妙な感じのね、はい、予想でしたね、うん、まあまあそうだな、まあでも、はい、コメントはほとんど合ってるというなんか順位には反映されないけども、うん、コメント的には合ってるかな。いい点ついてるんですよ。そうポイントついてるんですよ。そうだ、すごいすり替えですかこれ。いやすり替えじゃない、一瞬なんか騙されそうになりましたけど。いやそんなこと、確かに騙したよ。騙したよな。コメント非常にね良かったということで、はい、それでは、はい、来月6月終わりの月間の順位予想をしていただきます、はい、まずセリーグね。セリーグからいきます。1位は広島。これは今ね、阪神とはゲーム差なしで1位、はい、2位ですけれども、行くと。やっぱ対抗になってくるのは阪神だと思うんだけども、はい、そんなに打てないことが打てるようになるとは思えないわ、うん、それと、広島っていうのは交流戦、やや苦手にしてるところはあっても、うん、やっぱ今の充実期っていうのは、うん、まあ、ピッチャーも含めて、うん、やっぱ安定感あるな。安定感ありますね。だからそんなに大崩れしないで首位は守っていくかなっていう感じがする、うん、あのこの月間はあのパリーグとの、ね、対戦というのがあの成績として反映されてくるので、ね、はい、じゃあパリーグに対しても非常に広島交流戦いいんじゃないかということですね、はいはい、じゃあ首位予想は広島、はい、2位は阪神かな。これはゲーム差っていうのはどのぐらい。まあでもくっついていくと思うよ。1ゲームから 1.5、うん、開いても2ぐらいだと思う。はい、それでもやっぱり2位にいるっていうのはやっぱりピッチャー陣だな。ピッチャー陣がやっぱりしっかりしてるっていうことと、でもあんまりピッチャー陣って言ってても持たなくなるから。そうですね。だからここら辺でやっぱりある程度バッティングを修正していかないとさ、まあ、引っ張るよっていうね、別動画で言ってるけど、はい、まあ、そういう形ができれば技術はある選手が多いからね、うん、まあ、戻してくるかなってバッティングの状態もね。ということは阪神は交流戦でそんなにあの下位には順位的にはいかないっていうことですか。まあいかないだろうな、まあ、去年はねちょっと10位とかそのあたり、真ん中ぐらいだと。真ん中ぐらいで割れるんじゃないかと、うん、じゃあ打線がちょっと復調して、まあそうだね、引っ張り意識しながらってことですね、うん、はい、3位です。まあ中日を現状よりも中日以降現時点ですけれどもランク上げてきました。まあ戦い方がだいぶ安定してきたということ、はい、まあ、春先っていうのは勢いでいった。で低迷期がちょっとあって、はい、まあ、そこら辺でちょっと押し問答があって、うん、だけど抜けた時にはなんとなくこう戦い方が見えてきてるかなっていうような、はい、まあ、そんな感じがするんだよね、うん、それとやっぱり周平が戻ってきたりだとか、はい、いろいろするとまた全然変わると思うんだよね、うん、だから周平がいる時にはもう快進撃してたしさ、してましたね、だからそういう意味ではポイントを握るのは周平かなっていう感じもするし、ここ多分来月答え差のコメントで絶対出てきます、まあそうだね、ポイント握るのは周平かな、まあそうだね、うん、あとはディカーソン。ディカーソンどうですか。大きいし、うん、まあ、おそらく DH で使うかなっていうような感じもするし、はい、まあ、そうなってくるとね体調面にも優しいし、うんうん、いい方しか俺は考えてないけどね。これあの2位の阪神とのゲーム差っていうのはどうなってると思う。一旦2位に上がったりっていう可能性も。いやそれはちょっとねまだ難しいかもわからないけども、うん、ちょっとは詰めてるかなという感じはするけども、うん、肉薄するみたいなことはまだないかな。まだない、うん、
でもまあある程度尻尾はずっと見えたような状態で戦っていけると思う、うん、パリーグとの戦いもそこまでじゃあ苦にせずというかそこまで借金作らずにいけるのかなっていう、うん、あそこはさ、うん、やっぱバンテリンっていう、うん、ホームランが出にくい球場を持ってるということだから、うん、ある程度戦いにはなるんだよ、うん、だからそこを利点として戦うと、まあ、そんなに離されるということは、うん、負けるということはないと思う、うん、まあ、戦力も揃ってますからね。そうそうそう。さあここからは B クラスです、はい、残念ですけれども4位です。 DeNA、 お、 DeNA は上がってきますね。ちょっとあのね、 K とね、ジャクソン両外国人が良くなってきてるんだよ、うんうん、でやっぱそれまではちょっととっ散らかってたけども、はい、この2人がしっかり投げてくれるっていうことを考えると、うん、状態は上がってくれるし、うん、バッティングの状態も一番海老名が入って、うん、破壊力が増してるというね、はい、ただまだそのケイト・ジャクソンというのは不安定さがあるし、うん、大貫がこう勝つようになってくると、うん、やっぱ A クラスも見えてくるんだけど、うん、まあ、そこら辺がこの6月でどういう形を見せてくれるか、はい、それによって今シーズンが見えてくるかなっていう。ケイト・ジャクソンと大貫、ね、この3名の投手ですね、はい、で、牧選手いつ戻ってくるかはちょっとわからないんですけれども、うん、まあ近いうちに戻るんじゃない。戻りますかね、うんうん、まあ長くても1ヶ月だよ。もしかすると交流戦明けてからになる可能性、可能性はあるよね、うん、ただ DH があるうちに戻すかも、うん、その可能性もある、まあ、あるね。そうすると、まあ、牧選手の状態によってはもうちょっと上がっていける可能性も順位的にはある、まああるなですかね、うん、巨人がまだ出てきてないので、はい、どこで出てくるのか。5位です。巨人ここですか、うん、やっぱり打てないな。打てないですね、うん、それと DH が使えるとかなんとかって言ってもプラス材料がないんだよね、うん、この選手を使えるようになったとかさ、はい、そういうんじゃなくてやっぱ誰を使ったらいいかなっていうような、まあ、そこでも迷わなきゃいけないみたいな、うん、だからピッチャーは本当に頑張ってるんだけども点が取れない、得点圏がやっぱこう寂しいっていうことを考えるとね、はい、でじゃあホームランで取るかって言ったらそんなホームランバットもいない、うん、岡本ぐらいしか、はい、で坂本が打ってくれるといいな、丸が打ってくれるといいなっていうような願いだもんね、うん、それだけです、ね、ちょっと苦しむかなっていうような感じがするね、うん、結局パリオガ相手の交流戦でもちょっとあの得点っていうことは兆しは出てこないのかなっていうところですか。だからまあ戸郷、菅野、うん、山崎日和、うん、この3人は絶対負けないってなると、うん、A クラスは保つだろうけども、うん、これがどうなのかな。そうですよね、うん、だからなかなかやっぱ勝ちがつかないとさ、うん、だん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 状態っていうのも悪くなっていくっていうことがちょっと予想されるんでね、うん、これ逆に A クラスだったりとか上がっていけるには何が改善とかどういうことがポイントになれば上がる。やっぱ打つっていうことだよな、まあ、そこだよ。打線は水物って言うじゃないですか。そうその打線がずっと、いやいいんだよ、うん、そのノーアウトランナー一塁バントで送っといて、うん、そこでヒット打つ、うん、で3点取れば、うん、大体ジャイアンツっていうのは、うん、今の投手陣から考えると勝っていけるかなっていうような感じがするんだけども、うん、でもその得点圏でのヒットが出ないということだよね。これキーマンって誰になるんですか。キーマンやっぱり岡本かなっていうような感じがするよ。岡本が常に打つとかね、丸が出て今、まあ、送ってもいいし、うん、送らなくてもいいんだけど、うん、得点圏で岡本が絶対打つとか、はい、エルナンデスが覚醒するとか、はい、まあ、そうなってくると話は別だけどさ、うん、なかなか難しいよね。そうですね。これ本当ずっと開幕してからこのね、だってエルナンデスが打ってるピッチャーってさ、うん、レギュラーシーズンでは当たらないピッチャーを打つわけだから、はい、またレギュラーシーズンだったらまた知らないピッチャーが投げてくるわけです、ね、延々ずっと繰り返してくるからね。だから時期的にはもうちょっと早く上げれなかったかなとか、確かに、まあ、思うけどもね。そうですね。ただやっぱり岡本選手がポイントでずっと打ち続けててくれれば上がるのかなっていう、 それとプラス岡本の後ろを誰が打ってくれるのかっていうことだよね。だからやっぱ大城選手が早く上がってきてまた戻ってくる、まあ、DH でもいいしな。うん、だからまあそうなってくるとまたちょっと雰囲気が変わるかなという感じがするけど、はい、さあ再開予想です。まあ、ヤクルトだな。ここは抜けられないですか。やっぱ一番がいないで鉄道の状態が上がってこない、うん、まあ、そうなってくるとな、やっぱ塩見いて3番に鉄道いて4番に村上、サンタナ、オスナって続くとめちゃくちゃ嫌だよ。です
ですね。一時期ね、本当わずかでしたけど、めちゃくちゃ当たってましたからね、その打順とか打線で。だから、まあ、そこら辺がなかなか組めないということと、やっぱ投手陣も最初にどうか勝てないとかさ、そうですね。なあ、うん、そうなってくると、ちょっと苦しいな。だから、宇賀投手もどうなんだろう、石川投手どうなんだろう、高橋奎二投手どうなんだろう、奥川投手はどうしてるんだろうとか、あとヤフーレどうだろうとか。ヤフーレも最初勝ったけど、うん、勝てなくなってきてるしな。で、中継ぎ陣もどうなんだろうっていう。どうなんだろう、多すぎる。そうそう、どうなんだろうか。高橋投手帰ってきたけどどうなんだろうとか。そうだな。そうなんですよ。まあ、石山一生懸命後ろを守ろうとしてるけどもな。うん、本来の形でもないしな。そうですよ、内澤が調子が上がってこないしな。そうそう、そうなんですよね。だからそういう面では非常に苦しいと思うよ。ちょっと苦しい戦い方がね、うん、続くかもしれないです ね、 そうね。さあ、続いてパリーグの1ヶ月後の順位予想です。首位はソフトバンク。もうここ変わらずですね、うん、はい。まあ投打ともね、うん、安定してるよね。充実してますね、うん、だからもうこれは言うことないし、うん、ただ戦い方見てると、周東と柳田が止まった時は点は取れてないし、うん、負けゲームになってるね。あ、そうなんですね、うんうん、で山川が打点を上げれない状態になるじゃない、そうなってくる。確かに。だからポイントはやっぱ周東を出さない、もう分かってると思うけどさ、うん、柳田に仕事させない、うん、もうこの2点だよな。セリーグになると思うんですけど、対戦するチームはそこの2名を両マークってことなんですね。まあそうだな、うん、あとは近藤はマークしても打たれる、うん、そうですね。まあ柳田もそういう部類のバッターなんだけどもさ、うん、なんとかね、はい、しないと。だから全部が嫌なんだけども、ポイントとすれば1番3番、うん、ここをどう抑えるか、はい、まあ、そこにかかってるな。そうですね、はい、あと交流戦からね、柳町選手が上がってきたりとか、はい、あとルーキーの広瀬選手が出てきたりとかっていうのもありますけど、うん、ね、この交流戦でね、そういったこう上がってきた選手がまたどういった活躍。いや、もう必死だからさ、ソフトバンクは、うん、本当にこのチャンスをものにできなかったら1年間ボール振るみたいな感じだからさ。そうです、頑張ると思う。おー、引き続きやっぱり首位予想ですね、はい、2位は日本ハム。おお、ここはもう単独2位をちょっと死守してるかなっていう感じですかね。あ、そうだね。お、それは日本ハムはね、決して無理してないんだよ、うん、ここまで来るの、うん、だからそんなに疲労感もないだろうし、いろいろ変えながら楽しくやってるという、うん、はい、まあ、そんな感じがするんだよね、うん、で、みんな勢いがあるし、若いし、うん、だからスタミナ的にもあるだろうし、うん、それと何よりも過剰な無理をしてないという、うん、ピッチャーも含めてね、うん、だからチームが持ってるストレスっていうのは他のチームより逆に少ないかなっていうような感じがする。だから下がっていかないっていうことですね。下がっていかない、いい位置で2位をキープしながらっていうことなんです。そうそうそう。で、誰か調子悪い選手がちょっとでも出てきたらそれに変わる選手もいますもんね、うん、いるいる。だから、まあ、そういう面では俺は6月も安定した戦い方はできると。なるほど、セリだから貯金もガバッじゃなくても少しずつ増えていってるかなっていうような感じがする、うんうんうん、おお、だから今貯金が7個あるんですよね、はい、だその貯金もまあ2桁に乗るか乗らないかぐらいでいくんじゃないかな。なるほどなるほど、分かりました。さあ3位です。3位ロッテ。ここは2位で抜け出すことはなく3位。これはね、やっぱりね、連勝の反動ってやっぱあるよ。大型連勝の、あのね、連勝勝つときっていうのはね、リスク伴ってるから、はい、体にも鞭入れるところがあるし、うん、だからそういう反動が多少来るかなっていう、うんうん、だからその分こう日本ハムとちょっと差があるかなっていうような感じがする。今チーム状態を見たときに今ね、同率で2位でゲーム差ゼロ、もちろんそうなんですけど、どのぐらいのゲーム差でちょっと離されるかなって感じですか。いや、1ゲームとか、あ、じゃあそんな、まあ、1.5 とか、そんなもんだと思う。その連勝の反動っていうのは、バッター陣に来るんですか、ピッチャー陣、まあ、両方だよね。両方か、うん、やっぱりこう無理してる部分もあるし、うん、佐々木朗希が離脱っていうこともあるしね。で、佐々木朗希っていうのは、やっぱこう、仮に連敗したときに、ストッパー役として、うん、絶対必要な人間なんだけども、うん、それは離脱してるというね、うん、だからそういった意味では5月種市も良かった、うん、佐々木朗希も良かった。良すぎて6月は少し調子を落としたとしたら、うんうん、順位的にもちょっと下がるかな、はい、まあ順位的にっていうかゲーム差がちょっと開くかなっていう感じはするんだよね、うんうんうん、
ということは野手陣の打率も今の絶好調、ね、平均的に皆さんいいですけどちょっと落ちるのかな。そうだな、だからみんながこう調子がいいんだよ今ね、はい、だからみんなが落ちた時にはちょっと苦しむかなっていう、うんうん、これがやっぱり長いシーズンでやっぱ波があるっていうのはそういうことだから、だからまあ9連勝っていうのは立派なことだけども、現在ね18年ぶりかな9連勝してる、まあだけどそれは多少反動は来るよ、勝ちすぎたという、それはありますよね。だから負けゲームっていうのはさ、もういいピッチャー温存しようみたいな、あこのピッチャーもう早めに下ろして次に備えさせようとか、まあいろいろできるんだけど、勝てると思った試合はさ惜しげもなくいくからさ、つぎ込みますよ ね。だからリスクを伴って勝つんだから、うん、だからその反動は多少来てもしょうがないから、ことは思う。ただそれでも3位にはいるだろうと。あもちろん、はい、さあここから B クラスです。4位です。まあオリックスだな。オリックスか、はい、3連覇してる、その実力はあるよ、ただやっぱ3連覇した反動っていうのは必ず来てるよ、そうですよね、無理してるもん、それやっぱその選手たちに負荷というか疲れというか、いやあるある。現在その2位のロッテと日本ハムとちょっともう7ゲーム差で借金が7というところで、ちょっと A クラスと B クラスで差が生まれちゃうんですよね。 なのでオリックスたとえ交流戦結構頑張ったとしてもなかなか A クラスに行くっていうのは難しいのかな。難しいな、ただ横山っていうのが上がってきてるんだよ、 あのルーキー、あー、はい、これはちょっと楽しみだよ。どこでしたっけ、上田西、はい、そうそうそう、ルーキーでな、はい、高校生、そうですよ、体しっかりしてるし、ね、楽しみ、あ楽しみだよ。そうですね、はい、では5位6位の予想です。5位です、まあ楽天、はい、小蛇、はいはい、小蛇投手多分勝てると思う6月中に。お、それはどういう感じからですか。やっぱ勝てる投手だよね、いやあのコントロールもしっかりしてるしさ、はい、ちょっと打ってくれたら勝てると思う、だからいいきっかけをつかんでほしいな6月で、打ちとか長打とか、チャンスはもらうけどな、ちょっと5月は結果が出なかった、はい、いやそしたらもう小蛇に期待をかけるというさ、勝ってくれると弾みになるな、それと打ちとか長打の刺激になると思う、そうなってくると相乗効果が上がってくることは期待したいけどな。期待したいですよね、でその湯田さんが予想した4位のオリックスとは現時点では1ゲーム差しかないんですけれども、そこはちょっと上にはいけないかったっていう、それはなかなか許さない、そんな簡単なもんじゃない。1ゲームでもですか、やっぱり、それはやっぱりしっかりしたピッチャーはオリックスの方が多いか、かかってるとはいえ、とはいえ、あと宮城投手が一体いつ、いやちょっと時間がかかるんじゃないか、でもそれまでさ、WBC はある、いろんなところでフル回転してる、優勝するために、あの若さで、はい、でそれ考えると金属疲労って来てると思うよ、でもここでしっかり直して、しっかりトレーニングを積んで上がってこないと、寿命に関わるからさ、今後の投手生命ですね、いやだからそれはしっかりやらせてあげたいと思うし、でもいくら GM って多分そういう考えの持ち主だし、はい、選手を本当に大事にする GM だから、多分そこはちゃんとやってくれると思う、なるほど。さあそして最下位です、まあ、西武な、まあ、監督が変わってやっぱりチームがやっぱ落ち着かない、そういった時に、ね、力を発揮できるかっていうとさ、やっぱなかなか難しいし、これが実力があってバランスが崩してる、はい、まあ、実力が認めてても平が離脱してるとか、はい、高橋光成が勝てないとか、まあ、そうなってくるとなかなかやっぱピッチャーで勝とうとしてるのに足並みが揃わない、はい、で松本も先発ピッチャー崩して中に入ってるとか、はい、もうバランスが完全に崩れちゃってるから、チームの、まあ、そこを立て直して6月快進撃行くかっていうと、それはちょっと虫が良すぎるし考えられないな。プラスアルファそのピッチャーの補う分の打線が得点をボコ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 してくれるかっていうと、できると思うか、あんまり想像がつかないんですよ、ね、やっぱバッティングほど難しいよね、それはピッチャーがやっぱピンピン投げてくれたっていうんだったら、ね、それは西武の投手陣からすると想像はつくけども、でもバッティングはいやもう点取り出したなんて想像つかないでしょ、今の状況だとそうですね、でしょ、いやだから結構難しいと思うな。
ただこれ今現在5位の楽天とは 3.5 ゲーム差なんですけれども、一つでも順位を1個でも2個上げていけるとするとポイントとしてはポイントとしたら外国人だよ、うん、2人を上げて本当に2人が日本の野球に慣れてバンバン打ち出してくれるかどうか、コルデロとアギラの2人ですか。そうそうそう、ここがポイントか。多分そうなると思うよ。だから1人交流戦で上げたでしょ、コルデロを上げました、これだ、ね、はい、まあ、守備でちょっとミスしたけども、うんうん、でもああいうミスしても打ってくれるようになってくると、うん、ちょっと雰囲気的には変わってくるけどね。ちょっとそうですね、うん、何かこう雰囲気が変わるっていうことですよね。今からでも10勝できるピッチャーたくさんいるから。あ、もちろん、まあ、高橋光成も一つきっかけをつかんで勝ったら、うん、打ってくれたらちょっと、はい、今からでも10勝遅くないし、うん、平でも故障治りましたって、うん、来て、うん、今からでも10勝できるピッチャーだから、はい、ピッチャーのポテンシャルは高いし、うん、外国人急に打てっていうのは急に成長しろっていうのは難しいし、はい、外国人の持ってるパワーが炸裂してくれたら、うん、それは可能性としたら、まあ、A クラスっていうのはまあないけども、うんうん、1つ順位を上げるっていうことは可能は可能かな。あとはこの1ヶ月間で例えばトレードだったり補強とかに制度が動く可能性っていうのはどうなんですか。いやそれはリスクがあるな。リスクがある。いや優勝するためにこれ絶対必要だと思って動くトレードだったらあるけども、うん、最下位脱出するためのトレードっていうのは俺はあんまり意味がないと思うんだよ、ね。うん、だったら成長とか整えるっていうこと、うん、そうだね。でトレードしたらその選手は使わなきゃいけない、うん、で森内が考えてるのは野手だと思うんだけど、はい、そしたら使わなきゃいけない、うん、そしたらいる現状の選手は使えなくなる、うん、そうなってくると使えなかった時のリスクを考えると現状でいる選手を使った方がまだ身になる、うんうん、だからそれはやんないかなっていうような気がするので。あとは渡辺監督に関してこの交流戦での1ヶ月の間に下にいる若手とかと大幅にこう変えたりとか下の若手をどんどん起用していくっていう可能性っていうのはここでちょっと順位を上げていくとかっていうのはありそうですか。まあそうだな、それを考えるんだったらもう来季のことを考えてるよね。だからその姿をこの6月で見せるか、うん、それとももうちょっと我慢して現状で我慢して、うん、オールスター明けからそういう姿勢を見せるか、うん、だよね。だからその見せ方っていうのもあると思うし考えてると思うんで、だからこの1ヶ月どういう選手でどう戦っていくかっていうのを見ることで、あ、今年まだ諦めてないんだな、来季に向けてるんだなっていうのも分かってくるってことですよね。でもファンはもう来季に向かってくれって思ってると思うけどな。あ、うん、いや、そう思わないから。いや、でももちろん諦めてないですけど、ね、俺16の借金は無理やろうって思うよね。15勝今31敗です。16の借金を返すんだったら、うん、ソフトバンクがプラス16の貯金を作ってる。厳しいな、そう考えると。まあそのぐらいの計算は立つでしょ、うん、そしたら2位の日本ハム、うん、ロッテ、うん、これが7つか8つの貯金作ってるよと思えばさ、追いつかないわ。そう、追いつかないでしょ、うん、追いつかないです。そうだ、だからまあそういう考え方をすると、うん、さ、なかなかこうオリックスだったらワンチャン可能性はあるよね、うん、はい、経験値が高い選手がたくさんいるから、うん、だけどやっぱ西武は現状では難しいと思う。そうですね、やっぱりね、そうなってほしいっていう気持ちはありますけれども、冷静にやっぱね考えるとなかなか厳しいものありますね。まあ、お弁当で言ってもしょうがないからね。まあ、そうなんですよ。まあ、でもやっぱプロ野球として存続するんであれば、うん、何かをね、はい、1年間の中で手を打っていかないと、うん、じゃあその手の打ち方はどうなんだっていうことをやっぱしっかり考えると、はい、まあ、どういう形を見せてくれるかっていうのが楽しみ。そうですね、さあ、ね、月間予想の答え合わせ、そして来月の月間予想を豊さんにしていただきましたが、はい、ちょっと楽しみですね、はい、また来月答え合わせが。お前も私もファン見てる視聴者も、いやいや、俺も楽しみだよ。楽しみですよ、ね、1ヶ月前のコメントとセットに出てくるので一緒に、まあまあそうだね、楽しみですし、皆さんが考える来月どういう順位になっているのかというのもコメント欄にぜひ書いてください。はい。